次に補足説明を聴取いたします。日本放送協会会長前田照信さん。前田会長。ただいま議題となっております日本放送協会の令和4年度収支予算事業計画および資金計画につきましてご説明を申し上げます。 NHK の地域経営計画の2年目となります令和4年度は、経営計画に基づきスリムで強靭な新しい NHK らしさの実現に向け放送サービスの強化を図るとともに、令和5年度の受信料値下げと衛星波の一波削減に向けた構造改革を着実に実行してまいります。事業運営にあたりましては、新型コロナウイルスの感染拡大で社会経済が大きな影響を受ける中、受信料で成り立つ公共メディアとして信頼される情報の社会的基盤の役割を果たしていくため、自主自立を堅持し、事実に基づく正確な情報を公平公正に伝え、命と暮らしを守る報道に全力を捧げます。併せて多様で質の高いコンテンツを合理的なコストで最適な媒体でお届けします。また日本を積極的に世界に発信し、さまざまな分野で国際社会との相互理解を促進するとともに、地域の課題や情報を広く発信して地域の発展に貢献いたします。またユニバーサル放送サービスの提供の充実に取り組みます。インターネット活用業務は実施基準に示した費用の範囲の中で、国内および国際向けコンテンツを効果的に提供するとともに、インターネット活用業務が果たしうる社会的役割を検証するために社会実証を実施いたします。受信料につきましては、訪問によらない効率的な営業活動を一層推進し、営業経費を削減するとともに、公平負担の徹底と受信料制度の理解促進に取り組みます。 NHK グループ全体で業務の見直しやガバナンスの強化を図るとともに、働く一人一人の創造性を最大化する人事制度改革を加速させるなど、効率的で持続可能な組織の実現に向けた取り組みを強化いたします。次に建設計画におきましては、緊急報道設備や番組制作設備の整備を進めるとともに、いかなる災害時などにも安定的に放送サービスを継続するための設備整備等を実施いたします。また老朽化しております東京渋谷の放送センターや地域の放送会館の建て替え事業を着実に推進してまいります。以上の事業計画に対応する収支予算は、一般勘定の事業収支におきまして、受信料など収入、国内放送費などの支出とも、ともに6890億円を計上し、9年ぶりに収支均衡予算としております。また、資本収支は収入として減価償却資金など、総額873億円を計上し、支出には建設費など、783億円を計上しております。最後に資金計画につきましては、収支予算および事業計画に基づいて資金の需要および調達を見込んだものであります。以上、令和4年度収支予算事業計画および資金計画につきまして、その概要を申し述べました。事業計画の一つ一つの施策を着実に実行し、公共メディアとして視聴者の皆様の期待にお応えしてまいりたいと存じます。委員各員のご理解とご支援をお願いを申し上げます。合わせて何卒よろしくご審議の上ご承認賜りますようお願い申し上げます。これにて趣旨の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。斉藤洋明さん。はい。